こんにちは、愛チャンネルの大野愛です。本日もご視聴ありがとうございます。本日のテーマはですね、はい、前回撮影させていただいた投稿させていただいた Apple Watch 6の Apple の神対応紹介ということで撮影させていただいてます。何が神対応なのかっていうところなんですけど、もう本当にここまでしていただけるって思わなかった事件が実は起こってました。私が Apple Watch のこちらのモデル、エルメスの 40mm フェイスとダブルベルト、こちらを頼んでいたんですけど、あともう一つ、Apple Watch 6、アルミの素材のブラックフェイス、そちらの注文もしてたんですけど、そちらは、44mm で頼む予定だったんですね。なのに在庫がないかなって慌ててたので、間違えて 40mm で頼んでしまって、で届いてこう開けてつけてからちっちゃいっていうことに気づいて、なんで全部剥がしてしまって、梱包材も初期設定はしていなかったんですけど、一応同期しますかっていうところも入って押してしまっていたので、もうダメだなって思ったんですけど、だいたい金額が7万円正しい金額載せますね、ものなので、間違えるにはとんでもないなと、すっごく下がってたんですけど、諦めたらもう絶対どうにもならないと思って、アップルのカスタマーセンターが夜の9時までやっていたので、あと残り10分だったんですけど、お電話させていただいて、でその方に注文番号と、あと起こってしまったことを伝えたところ、なんと、その化粧箱っていうんですか、こちらの箱ですね、その箱を全部捨てていなければそこにちゃんと詰めれば返品させていただけて、で新たに注文すれば交換っていう形をしていただけるっていうことで、届いた直後に電話したんですけど、まだ間に合いますよって言ってもらえて、返品処理をしていただけることになったんですよね。すごいアップル様、本当に絶対無理だって思ったんで、まさかの対応していただけて、こういうアップルはファンを獲得していくんだなって、もっとアップルが大好きになりました。本当に指紋とか拭き取って梱包したんですけど、アップルどうしてるのかな、そのまま綺麗に片付けさせていただいて、その日のうちに対応してくださり、次の日にヤマト運輸さんに自分で行って、そこで返品用の無料伝票のメールがいただけるので、そこにパスワードも入力してくださいっていうものを入力して、返品の手続きをして、それを貼って無料で返品させていただけるっていうご対応をいただけました。すごいですね、ありがとうございます。この場を借りて、間違えちゃうってことがいけないんですけど、もしも間違えちゃったっていう時は、そこで諦めて 40mm のフェイス使っていくっていうこともすごい考えたんですけど、 4mm の差って時計だとね、大きいじゃないですか、腕の太さによって。間違えないで注文するっていうことが一番大事なんですけど、在庫がなくなっちゃうと思って慌てて私が頼んだのはいけないです。今回アップルさんにそのような対応をいただけたので、ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思って、そういう方が増えちゃったらそれは本末転倒なので良くないとは思うんですけど、万が一アップルウォッチ頼んで、はあ、勇気を出してこんなに高いもの買ったっていう方が私と一緒でいた時に間違えちゃった、でそこで諦めないで日数間に合えば、そこが間に合えば転送させていただけるので、もしも間違えてしまった時は、アップル様の対応をいただけ
けたっていう動画になります。その後すぐに正しいもの、本当にゆっくりやればよかったんですけど、売り切れてなかったので注文もさせていただいて、返品処理は返品処理、追加処理は追加処理で、今受理していただいているっていう段階です。では、今回の動画そうなんだと思っていただけた方はグッドボタンを、こういう内容も載せていくので便利だなと思っていただけた方はチャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram も展開しておりますので、ぜひフォローのほどお願いします。本日も貴重なお時間をいただきまして、ご視聴本当にありがとうございます。また、ぜひ見ていただけるのを楽しみにしております。